メイコン・ブレアはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優、映画プロデューサー、コミックライターであり、映画、ブルー・リベンジや、グリーンルームへの出演や、監督デビュー作、この世に、私の居場所なんてないなどで知られている。バージニア州アレクサンドリア出身のブレアは、2007年に幼馴染みのジェレミー・ソルニエと映画、マーダー・パーティーの制作を始めた。 2013年絶賛された映画ブルールウィ・ルーインでドワイト・エバンスを演じた。2015年にはソルニエ監督の映画グリーンルームに出演している。ブレアはニコライ・コスター・アールド主演のダークコメディスモール・クライムで共同脚本を務め出演した。ブレアはこの世に私の居場所なんてないで監督デビューを果たした。 この作品は2017年の三ン,ンス映画祭でワールドプレミア上映され同映画祭の審査員大賞を受賞した。2017年2月24日にネットフリックスで公開された。2019年3月24日、ブレアがレジェンダリーピクチャーズによる悪魔の毒モンスターのリブート作品を脚本、監督することが発表された。女優のリーエディと結婚しており、 二人の間には息子のバッグがいる。ありがとうございます。